今回はオキシクリーンを使ってリビングダイニングのフローリング床の拭き掃除をやっていきます。オキシ液を作るところから始めていきます。こちらの桶にお湯を 140g 入れております。オキシクリーンを 1g 入れます。はい、ちゃんと測ってきました。で、混ぜて溶けたらオキシ液の完成ですね。で、お湯の温度は50度ぐらいはあると思います。食器用洗剤のキュキュッとクリア除菌をちょっと入れます。はい、はい、これで完成ですね。そこに無印良品のマイクロファイバークロスをつけます。絞ったら今回使うワイパーは山崎産業の雑巾ワイパーです。このヘッドに取り付けまして、では拭いていきます。床にも直接少しパッパッパッと巻きましたらテレビ台の手前から拭いていきます。今回食器用洗剤を少し入れましたけれども、なぜ入れたかというと滑りが良くなって拭きやすくなるんですよね。そしてもう一つありまして、界面活性剤には皮脂汚れを落とす働きがありますので、より皮脂汚れが落ちやすくなりますよね。ただそんなに床が汚れてませんので、皮脂汚れが落ちやすくなるということよりも、やはりこの滑りが良くなって拭きやすくなると。今回使った白ボトルのオキシクリーンは成分が酸素系漂白剤の過炭酸ナトリウムと炭酸ソーダの2つしか入ってないんですよ。どちらもナチュラルクリーニングでおなじみの成分ですよね。なので白ボトルについてはナチュラルクリーニングの派の方にも十分使っていただけるものになっていると思うんですが、そこに合成界面活性剤が含まれている食器用洗剤を加えましたので、合成界面活性剤フリーというメリットはなくなっちゃいますんで、ナチュラルクリーニング派の方にはお勧めできなくなりますよね。で、今回使っているこの雑巾ワイパーは本当に力を入れてしっかり拭いてもヘッドが動かずにですね、よく拭けるんですよ。一般的なフロアワイパーだとそうはいかないんですよね。ヘッドが動きやすいので滑りが悪いとやはりなかなかうまく拭けないんですよね。ただどうしても界面活性剤を加えたくないという場合は、少しビチャビチャの状態で拭くと滑りは良くなりますね。一通り拭き上げました。はい、汚れは取れてますね。どうもありがとうございました。